this seminar wouldn't have come to its realization without ハーバード大学教授廣中平介さんは昭和45年に数学界のノーベル賞といわれるフィールズ賞を受賞、また昭和50年には文化勲章を受賞するなど世界的な数学者として知られます。アメリカと日本で1年を半分ずつ生活する廣中さんはこの6月末帰国してから大変な忙しさに明け暮れています。廣中さんが今精力を注いでいるのは若い世代の才能をどう育てるかという仕事です。廣中さんはこう言います。日本人の創造性を疑問視する考え方があるが、私はそれを信じません。それを実証する唯一の方法は独創性のある人材を実際に育てることです。その廣中さんの口癖は創造性のある人生こそ最高の人生であるです。いろんな人のスタイルがあるからね、なんかこう共通のものがあるということはできないわけでね、独創的だと言われてる人たちでもものすごくスタイルがあるわけですよ。僕が今一番典型的なのは、まあ、例えばエジソンなんて、これものすごく独創的な人で、エジソンなんての言ってることとか、まあ、やったこととか見てるともうガリガリ猛者みたいにさ、何でもかんでもやっててね、猛烈な頑張り屋でね、もうとにかく彼がまあ言ってることで、例えばね、あのそういったまあ独創には3つ必要だと。一つはね、あの粘りと、一つは勤勉と、それから最後に常識と、この3つがあればできるというわけですよ。考えてみるとうまいこと言いやがったなと思いますよ。それはね、どういうことかというとね、独創っていうことは非常識っていうことではないんですよ。要するに非常識な独創っていうのはね、やがて消えてしまうんですよ。本当の独創というのは、あの将来確実に常識になるもんが、その本当の素晴らしい独創なんですよね。まあその10年かあるいは100年でもいいけどさ、後になって考えてみたら、なんでこんなものを見つけないんだろう、見つけないやつがアホやというような感じのね、もう明らかにその当然のことじゃないかと、こういう発見を誰も気がつかないときにやるっていうことが大切なんでね、まあ、コロンブスの卵っていうのはそういうことだと思うんだけどさ、だからその基礎の出発点っていうようなものは初めは分かんないわけですよ、価値が。だから本人も自信がないしね、それでまあ周りでおだててやるやつが面白いって言っておだてるやつがいればね、本人も本気になってやりだすからさ。愛知県岡崎市にある国立共同研究機構基礎生物学研究所、京都大学名誉教授でもある所長の岡田時人さんは生物の発生、細胞の分化の研究者です。早くから遺伝子組み換え技術の重要性に着目して研究を分子レベルで推進してきました。岡田さんは2年前まで国際発生生物学会の会長を務めるなど国際的に活躍されています。現在ほど科学の成果が科学者以外の万人に広く理解されることを必要としている時代はないと考える岡田さんは、科学は人間の精神的所産であるからこそ多くの人々と共有すべきものといいます。岡田さんが一貫して語り続けているのは科学を文化の問題として考えることであり、科学における文化的思考の必要性です。日本人はね、その自然に対するそもそも持って生まれた関心は少ない、ね、それでね、例えばね、生物学を日本に皆無なんですよ。
皆無だけれどもね、インフォメーションがあるかというたらね、江戸時代からもちゃんとあるわけですよ。どういう格好であるかというとね、生物的自然は、つまり日本で本草学でしょ、例えばね、あの薬になる植物のことが記載されてあるわけですよ。そしてその記載、その植物のと手体型ね、やっぱまあ頭痛に効くとかね、そういう体型になってるわけね。あの面白い生き物がたくさんいるから、あの調べてみようというようなことは日本では飛ばしね、全部ね。それでね、例えば日本へ進化論が来た時の反応というのはちょっと面白いですね。あの日本の絵は進化論というのは、東京大学の最初の動物学教授が、かなり当時の先端動物学教授に先端的な学者を抱え学者として選びましたからね、あのもう彼はクリアイネや進化論の講義するわけですよ。そうするとものすごく受けるのね。受け方がね、受け方がね、そんなに受けたということはね、一つは日本は宗教ないですからね、そういうふうな意味のインヒビション全然かからなかったということはありますが、他にあのその受け取り方がね、やっぱりね、すき焼きと同じような意味のね、文明絵画として面白いのがあるとして受け取ってるわけね。その後のね、それの影響はどういうふうに出てくるかというと、決して生物学なんかに影響するんでなしにね、それは一種の思想として受け取るわけですよね。なんかですから日本では科学というものはお金に役に立つか、またはイデオロギー化するかという時に初めてこの皆さんの関心があるわけね。で、科学が科学として知的チャレンジとしての面白い道のようなものはね、まあ残念ながら今に至るまで本来欠けてるところがありますのでね、僕は非常に残念であると思いますし、いや思うと言うておるんですが、まあところがね、1921世紀に向かう時代になってきますとね、もう少しまた別の見方でね、文明の中の科学、そしてその科学を中核とする文明と、まあ、文化との接触点ということになるのか、僕個人の進み方とすれば、あの日本にあれですね、古典的な意味での科学のスピリットというのは結局ないままに素晴らしい高度のテクノロジーを生んできたなということに、あの感嘆するだけです。こちらかな。はい、こちら。はあ。なんかこれ聞くとなんか懐かしいみたいな。どうぞ。すみません。ね。お天気でよろしくございます。そうですね。だけどちょっと暑いですね。そうでございますね。今は涼しいございますので。2、3日前涼しかったんやけどな。そうですね、昨日がね、ちょっと涼しかった。どうも。あ、どうぞ。やっぱここの方が涼しくていいですな。涼しくなりました。まあ、ずいぶん賑やかになりました、この場所はね。そう、それはちょっとね、昔に比べるとね、また10代が馴染んでるんですよ、この場所。うん、だからね、それはね、あの昔のひなびた感じじゃないな。ああ、ひなびた感じじゃないですよ。がぜん多くなった。木切りませんからね。ああ、そうですね。いいですよ。そう。
それからその後の町長を愛しとってもなかなかゆっくりお話する機会ありません、ね、今回初めてのようなことをゆっくりお話する機会は珍しいと思います。本当にそうですね、はい、まあしかし独走とは何だという題やそうでやすな。そうですね、そうですね。これなかなか独創的ですな。まあこのね科学における創造性とは何かというようなことでね、うん、よーこの講演言うてきょるですよ。言うてくることがおかしいですね、うん、科学に創造性、むしろそうなると創造性のない科学があるのかということを、それはそうや、方が独創性のある意味だと私は思いますよ。それはね、そういう点がまあ僕らはまあ僕なんか数学やってるんだけど、やっぱり大変な商売だね。そうでしょうね。やっぱりね、お察しします。それはお察しします。あの論説してたんでは仕事にならないわけでしょ、うん、まあその、 独創というか、まあ、オリジナルということだけどね、そのオリジナルでなきゃいかんわけですよね。なかなかそんなオリジナルな発想がちょいちょいポンポン出るわけじゃないし、まあ、それだけが商売だからね。いやまあしかしね、平川さんのようにこの数学ということになりますとね、うん、なんか独創というのがあって数学中学もやっとるよと、うん、いうことが割合まあ常識的にピタッときます。そうですかね、はあ、それ私のような、まあ、実証的実験的学問でもね、科学という限りはそれはそうなんです。そうですよね。そうなんですが、まあ、本当は昔も今も変わらずやっぱり科学というのは人の真似はできないことが本当なんですから、うん、それでその時に何が一番人の真似をしてないことになるかというと、我々やっぱり数学とか哲学とか違いまして、うん、調べることは死んだ万象世の中に起こっとるわけですから、特に生き物のような場合ですと毎日不思議なことが起こってるわけですから、その不思議なことの謎を解こうというわけですから、本来は自分のやるテーマを定め、それに対してこういう高級法研究法をとってこうやろうというようなことを考えるには何ら文献教科書はいらんわけですな、うん、白紙に字を書くようにやることが本当は独創なんですが、うんうんうん、その白紙で考えたことを実現するために本当はテクニックがありますから、 そこでテクニックについて勉強すると、そう、ね、いうのが本当は原型だと思いますし、それはまさに独創とは何だという極めて簡単な極めて原始的な姿というものは、うんうん、それは自然科学、特に実験やる自然科学じゃ本当は脈々として今も続いとると、うん、まだ特に生物学なんかの場合でしたらそれは原型はそうであるということは僕は、うん、まあ昔も今も変わらんと思いますが、まあしかしその原型だけでやるんですからね、うん、まあ僕らぐらいの年になってね、まあ何年もやってるとね、論文書こうと思ったら書けるんですよ、うん、まあいくらでも書けるんだけど、うん、決して独創じゃないですよ。それでまあそのこういう方向が面白いだろうなっていうことはいくつかあるんですけどね、そういうところじゃなかなか何にも出てこないしね、あのそうかと思うと今書こうともどんどん書けるところっていうのはなんかつまんない機械的なもんでね、だからそのなんか両方が結び出てくるといいんだけど、なかなかねそれはやっぱり今までうまくいったなと思う時っていうのはやっぱり運だね、あれ。あのね、実験をやるような学問になるとこの世の中ですと一人が一人で全部やるということはこれはまあありえない世の中になりましたからね。そうですよね。これは全くもう初めからありえないと覚悟しましょう、うん、そうするとね、運の中に人の輪っていうのが入りましてな、うんうん、はあ、こういうことはものすごい面白いファクター今もかしながら、つまりある自分と一緒に組む相手を誰を選ぶか、うん、それから自分のお弟子さん方とどういうふうに気があったかというようなね、うんうんうん、この人間関係の調和というようなものの
時が長ばっかりにはそれは闘争がいろいろ生むことがあります、うん、ですからその実験 今日の実験科学のように一人で完遂は初めから下まで完遂できないような局面になると、ね、人との人間関係というのも大きな運の中に入りますね、うんうんうん、だけどそのそれはね数学でも似てますね。そうですか、今僕は台湾出身でアメリカで教授やってる男と共同研究やってるんだけど、これは不思議に合いますね。いやそうですか、まあ彼は僕より10ぐらい年下なんだけど、まあ一応のちゃんとした研究者でね、でなんでか知らんけど僕をものすごく尊敬してるんだよね。あ、はい、まあ尊敬してるっていうのがそのなんていうかな、僕はついポコッと言ったようなことでもよく覚えてるんですよ、うん、それでなんか面白いことを出す、面白い計算を出してきたからね、これはすごいじゃないかって言ってよ、こんなこと考えもしなかったって言うとね、うん、いやこの間広中さんがねちょっと言ってたからそれをやってみただけって言うんだけどね、いろいろ議論しててね、もういろいろものすごく計算してたんですよ。でまあいろんな式をたくさんで並べてね、これ計算してみる、これ計算してみる、でなかなかうまくいかないわけね、それでまた何遍もそいつと議論してたんだけど、また同じところでまた詰まって、またこれを計算して並べてこうやってるわけね。で僕はね方程式の地図を作れ、うん、まあ方程式全体がまあ太平洋だと思って、はい、あるいはその東南アジアだと思ってたね、はい、それでそのこういろんな島があると、そこのところに特徴のある方程式をこう並べていってね、でそのこの島からこの島へ行く、この島からこの島へっていうのはね、そのフェリーみたいなものをこう書いてね、それで大きな島もあるし小さい島も次第に分かってくるだろうと、とにかく地図を作れって言ったわけ、うん、そうしたらねそれがうまいこと当たってね。そうですか、がぜんかこの理論が出たきたんですよ。そうですか、初めはねこの式やったらこの式が出る、この式が出る、うん、でも何遍やってもねまた同じことやって、またあそこどうだったかなってやってるわけね、うん、ちょっと彼はねちゃんとした大きな紙にねこう式で地図書いてね、でその矢印なんかがこう出てきてさ、うん、いろんな航路ができてね、うん、話が非常にはっきりしだしてね。そうですか、いやしかしその今おっしゃったね、ちょっといつかこういうことを言っておったと、その方が言う、ええ、井上さんがちょっとおっしゃったんでしょう、ええ、しかし私は本当にね独創とかね自分を振り返ってるんですよ。多少そういうことがあるということになると、やっぱりちょっと言うたということと違うんですか、独創というのは。そうかもしれない僕は本当にね、いやまたもね、ちょっと言うたということだけのような、少しいただきましょう。ここに30年20年ほど自分の実験ですから、うん、仲間を持っとるわけですから、仲間を持ち始めますとそれは何も自分の研究室というだけではない、日本中世界中にこう仲間を大体同じようなことをその一緒にそれやろうということになる。そうするとちょっと年取った人間というのは、まあ、プロデューサーみたいなもんですから、うんうんうん、それで私はその中で独創性があったかなんちゃうことで恥ずかしくて人の前ではあえて言う気は全然ないんですけれども、ああ良いことを言うたなと思うのは確かに僕は覚えてるんですよ。4つ5つ。あ、そうですか。生物の実験しておりますからね、うんうん、生物の実験というのはね、まあ因果なことに生き物を多種おるわけですから、うん、しかし実験ですから何かの動物なり植物の何かの材料にとってやらなきゃならん。昔から定位っていうのは決まっておりましてね、研究にはこの動物を使う、この研究にはカエル、この研究には卵と、まあ大体決まってくるわけですよ、うん、で僕忘れちゃない、私の兄弟の光輝ちゃんは素晴らしい仕事をしてますけど、僕が彼に良いことをしたなと思うのは、これは私は自分でそう思うんですよ。彼も思ってくれてると思うんですよ。ある段階の時にちょっと材料変えようかと、はこれではちょっと先狭まるなと、はちょっとこれ裁縫ですが、今までの裁縫とちょっとこっちの裁縫もやっぱりちょっと無理して変えてみたらどうやと一言言うたことが、これは僕はこれは私は良いことをしたと本当に思うんですよ自分では。まあ、ですからそういう意味から言うと
この独創とか創造とかということも、まあ、あまり極めて日本人に独創がある性があるかというように僕はあまり大掛かりなねそういう質問をが世の中に横行しとるということは、うん、あまりそうねちょっと自分としてはコンファタブルではないんですよ、うん、そうそうそれは分かりますもっと 何気ないものとして、うん、極めて自然な何気ないものとして取ってほしいという気持ちは僕は大変持っとるんですだからね僕はねこう言ってんだけどあのまあ大体僕が知ってる人たちでね立派なやつっていうのはいい業績上げたってやつはあの自分の仕事に向きになると、はい、大体向きになれるようなやつでないとダメだと、うん、ただ向きになってる時には発想は出てこないぞってだからね向きになれるぐらいのやつだとダメだけどねもう向きになりっぱなしは絶対ダメだいやそうそれはね本当に、ねそのまあ、数学のような行為でも実験的学問の行為でも同じかと思います、うん、ところが実験的学問の行為の時はこの向きになって実験を好きでやっとると、うん、いうのがどうしても入らないじゃないですね、うん、そうですねこれがね好きでなかったらもともない、うん、僕らの学問から言えば私はその卵が親になるというようなことをやるわけ、うん、卵がね、うん、そうするとこの中で一番研究ができないことは哺乳動物です哺乳動物、うんね、母体の中で育ちますでしょう、ね、これを実験して研究するというようなことは ねもう1950年代まで初めから手上げてるわけですよでそれはまあ酸化とかなんとかになりますそれは実験次第ね、うん、で実験するときはカエルとかなんとか体の外で母体の外のことだけしかこういうのは研究できて、うん、なるほどねでまあそれ突破した、うん一人の男が、まあ、自分は研究で突破した男、ポーランドの男なんですかね、うんまあ、1950年代、60年代のポーランドなんて何の伝統もなければ何のインストルメントもないですよ、うんうん、でこれをまあバカみたいな実験をしてですね、うん、卵を取り出してきてね試験管の中で実験をしてやるということを、うんこの方、ポーランドでやったものですから哺乳類でですか哺乳類で、マウスで、もう非常なパイオニアはこの方だと思うんですけれどもあんまり世界中にこの方が本当のパイオニアということを分かっている方はプロしかないんですけどね、うん、でこの方なんか本当に貧弱な研究室でさ、うん、やれるわけで、その代わりに雑音ないですわねなるほどねお前バカなことしとるという雑音もないわけそれから非常に好きですから、うん、失敗してるうちにできてしまったとしかし独創というようなことの話をすればまあ少し歴史を振りかめれば私はこれはいわゆる古典的独創の典型やと思いますそうだね非古典的古典的でない独創がたくさんやっぱりそれはありますから、うんうんうん、なぜ井上さんおっしゃったようにある指導的科学者がちょっとこうまあ思いつき半分でどういうことを言うかそれは大変な独創でしょうねそれからまたその中のことを本人が忘れたようなことでもちゃんとあれが大事じゃないかということを捕まえた若いジェネレーションというのはそれは独創ですね、うん、それも独創ですね、うん、それからやっぱりねあのなんというか発想というのも発想だけで終わるとねつまんないもんなんですよ、まあ、僕はあの方程式の地図を作れって言った時なんかでもね、うん、それだけのことだったらもう昔でも誰でも言ってたかもしれないんだよね、うんまあ、ちょうどその彼がまあ悩み悩んでたところだからちょうどそれぴったり来たんだと思うんだけどだけどその彼がずーっとこれを作ったからねまた僕もその意味がねこういいこと言ったなと思うようになるわけですよ本当にいいですよ、ええ、ただそれ思いついただけぐらいだったらそれきりですよねそうですね、ええ、はいそれはだからそのためには相当の計算してるわけですからねそうですやっぱりそれは計算という労力やったわけです、うん、労働大変な労働知的労働やってるんですよ、ね、我々の方では実験という素晴らしい肉体労働やった素晴らしい肉体労働やったいや僕たちはね僕たちはまあ実験というのはないみたいだけどね、はい、やっぱりねあのいい理論というのはねあの労働が入ってるんですよそうでしょうそれはそれ労働というのはまああの機械を使った実験というんじゃなくて、うんなんていうかな、いろんな式をね、ガチャ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 計算してるんですよ。
でも嫌というほど計算は1年も2年も続けてるわけですよ。やっぱりそれがあるからまたこう理論っていうのがね面白くなってくるんですけどね。いやそれはもう良いこと、非常に良いこと言っていただいたんですよ。特にね、私なんかの学問をやるね若者に対していいんです、非常にいいんです、うん、あのなんかねこの生物学のような学問はね、まあ近年急にこうポピュラーになってますから、今までなら数学物理をやろうと考えておったこの我々の天才少年というような感じですな、このような生物学やりたいと思うのが多いわけですよ。とかそんな世界じゃないんですよ、本当のことを言うと、うん、ところがね、そこでね、創造とか独創とかいうことになるとね、俺は頭やから創造があると、うん、ね、バカみたいな、そういう、そうすると実験行為というのがバカに見えてくるわけですよ。そう、まあ僕らのところは計算がバカに見えてくる、そうそう、計算がバカになる本当にバカに見えてくる。それでね、もうそういう若者が出てくるということは私非常にいつも憂いとるんですよ。ああね、これではね、あ、まずいね、非常にまずいんですよ、うん、まずい。僕ね、あの創造的科学というようなことはね、うんうん、僕はね、非常僕はものシニカルに考えるの好きですから、うん、なんかね、科学に創造性つけとくとね、頭だけでいけるからね、実験も労力もないからね、それからもう一つは安上がりになる。あの巨大なインストルメントもいらん。そうすると安上がりにして成果の上がる学問ができる、できて行政改革時代のに即応しとるのではないかというような期待をね持っとるのではないかというぐらい小さい話です。あの実験とか労力拒否の学若者が出てくるということは私は非常にそう、ね、とてもまずいことだと思います。まあ本当にしかしよくできた、よくできた、本当に優れてるということは、うん、もう一つ労力の意味まで分かってるのが本当に優れてるんでしょうかね、うん、そうだよね。あのエイソンがね、エイソンがまあ非常に有名になってからだけどね、うん、誰かが、まあ、エイソンを紹介してね、まあ、正確な数をもう忘れちゃったんだけどね、紹介してね、あのこのエイソンっていう人は素晴らしい研究者だと、その5000回実験をやったと、その5000回のうちでね5回ほどその実験が大成功したと、でまあ立派な発明家になった、5000回までにねこう実験やるっていうのは素晴らしいことだと、こう言ったらね、エイソンが立ち上がってね、冗談じゃないやと、これは5000回成功したって言うんですね。でその5回は もちろんものになったけどね、あとのその4995回はね、そんなことをやってもダメだということを俺はちゃんと証明したっていうね。そのダメだということを証明したんだけど、これは大成功だって言うんですよ。だけどね、同じようなことね、数学なんかでもね、あのいろんな計算をやるわけですね。これやってみたらどうか、これやるでしょ、でこんな方程式でちょっとやってみたらどうかと思って方程式で計算するわけですよね。で計算してみて、あこの方程式はしょうないとダメだっていうことが分かりだすとね、あの知識がついてくるんですよ。やっぱりそういうね、この計算してもダメなんだっていうことを分かった方程式をたくさん持ってる人はね、やっぱりあのいい理論作りますよ。ただその初めからいい方程式だけっていうようなやつはね、ダメですね。そうですか、数学の世界でもね、うん、まあそれは当然のことです。あのね、実験の社会で世界で言いますとね、うん、あのね20遍やって、うん、ダメであったから諦めた、20回やってできないでしょ。なある方は今度は20、それひょっとしたら21回目に成功したかわからんのよ。そうね、やっぱりそれでも20回目成功してるかわからんのですよ。そうですよ。そうするとね、20回やったからダメであるからやめたという人とね、21回やったというののね違いはこれは何ですかというとね、もうこれセンスという以外言いようがないですよ。あのね、自分自身のことを思い出すとね、今から15、6年前にあった私らの仲間の、まあその自分は私は実験室で一生懸命働いてましたが、まあかなり一番大事だった実験があるんですが、これは裁縫を試験管の中で飼育するわけですけど、うん、あのまあちょっと難物な裁縫でした。普通の人ですとね1週間ぐらい飼育してやめるわけ、うん、
我々バカみたいに二つ聞こうた。それだけですよ、やったことと言うたら。これはそれとてつもない、そうすると面白くなるんですから、うん、そうするとね、それはですから旗目から見ると我々のグループはやっぱりオリジナルなことをやったということになるんですよ。確かにそのこと自体は独創という言葉で世界中も語ってくれますが、うん、私の行為は何ですか。ただただ普通よりも長い間毎日裁縫を大事にして育てたというだけの行為。そうするとね、なぜ普通の人が7日で終わるところをお前さんは2月も買うと、うん、買う気になったかという質問をされるわけでしょ。そうするとね、まあ私はそこはまあシニカルに、うん、まあ、バカやから他のこと考えんから出張っとったよということ、うん、確かにその通りなんですよ、半分はね、うんうん、まああと半分はちょっとこれは勉強の成果で、うんうん、これはあと半分は勉強です、うんうん、今までの過去の文献をいろいろ見ると長く経てばこの種のことの変化が起こるはずであるということに対して一種の執着心を持った。そうね、まあそういうことの結果として出てきたものを、うん、よその方々はあのグループは極めてオリジナルで独創的な成果を上げたと言っていただける。ところが本人になってみると何が独創であったかというのは、うん、もう独創という字が一人歩きした感じで言えるのと随分行為が違ってくるわけですよ、うん、そうですね。私が今関係している生物学の研究では1個の細胞内への注射という実に細かい技術が駆使されています。しかもその技術は無人化などとてもできそうにないものです。むしろ近代化機械化とは正反対のままごとのような個人的な作業と言えるでしょう。私はここに生物の科学のみが持っている一種の味、独特なスピリットを感じます。生き物についての科学の進みが直線的に巨大化の方向のみを求めているのではなく、極めて本質的に独特な繊細さを要求しているものなのだという事実は、この分野の学問が巨大化されやすい近代的なテクノロジーとは異質のもの、水と油のような不調和な部分を持っていると言えるかもしれません。しかし見方を変えると、このことが生物の科学に学問としての生命力を尽きることなく与えているようにも思われるのです。